キルヒティム家は、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村で、ザムトゲマインデタルムシュテットを構成する、町村の一つである。キルヒティム家は、キルヒティム家集落のほか、オスターティム家集落を含む。この町は1148年に、初めて文献に記録されている。昔は、チンビ家と記述されていた。ロマネスク様式の荒いライ,ライバンと価値の高い。 彫刻作品である初期ゴシック様式のキリスト十字画像から最初の教会はおそらく12世紀に建設されたと推測される。1962年の教会修復の際に聖異物が古いキリスト十字画像内にあることが判明した。それは布に包まれ聖、ランベルトゥスと聖パンクラティウスの名が記され聖地の砂が入っていた。プロテスタントルター派に改収後、 この教会は聖、ランベルト教会と呼ばれていた。聖、ランベルト教会は1739年に新たに建設された。1884年には新しく教会塔が建設され、古い円塔は解体された。この町の議会は旧議席からなる。青字、銀の逆斜め畑でに分割。下部には古い円塔があった頃の切る引き向けの教会が金で描かれている。 上部には東から昇ってくる太陽が描かれている。この町はリリエンタールからタルムシテッドを経由して、西辺に至る修道 L133 号線沿いに位置する。ありがとうございます。